ぬんしす。うわ、惜しい人がなくなりましたね。顎だけがこうなる。はい、じゃあ後半です。クラッシュオブリベリオン、はい、クラッシュオブリベリオン2ボックス目、2ボックス目してください。開封しちゃう、開封してください。勝った、勝った文明の力。まあ文明の力すごいね、バネ、文明、文明の力の力ってすごいね。ねえ、科学の、科学じゃないよ、科学じゃねえだろ、科学物理、科学、科学物理。いや、またエアフォース出ないから、またなー。フラグ立った、フラグ立った、フラグ立った。まあとりあえずでれれれ、フラグ立ったぞこれ。俺のやつだったはずなのにな。じゃあ豆腐をひっくり返すみたいな感じ。そうそうそう。じゃあまあ一泊目開封していきたいと思います。はい、開封、はい、どんどん開けよう、どんどん防虫、どんどん防虫。はい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 、うん、あれ外れ、はい、これここら辺にある、ここら辺出して、はい、うん、はい、はい、よいしょ、キラキラしてるやつ、キラキラしてるやつ、まだレッドアイズ、はい、じゃあやりましょう、はい、まあレッドアイズのパックだし、これ、はい、うん、インフェルノイド、今まで見たことないスーレアって、これ強い、初スーレア、うん、強い、そんな強い、ミラーフォース出た、ミラーフォースじゃねえ、エアフォース、エアフォース、ミラーフォース、彼女はミラーフォースではない、エアフォースやっと出てきた、ダメだ、ミラーフォースって言っちゃうな、どう、まあ近いし、絵がどう見てもミラーフォースだ、それ、うん、ね、俺このピエロみたいの大好きだな、この実ばっか出てくる、ピエロ、あれそっちだったっけ、あ、ピエロ、ピエロみたいのばっか出てくる、俺さ、なんかさ、知ってるから見えるんだよ、俺、向いてるからか、おノーレア、ノーレア、ノーレア。ノーレア、ノーレアっていうのは、箱1、あの箱で普通ノーマルたくさん出てるじゃん、ほらさっきなんか、なんか3枚出てきたっていう、そう、本来だったら、3枚とか2枚しか出てこないんだ、しか出ないんだけど、箱に1枚、つまり確率で好きだなー、かわいい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 っていうカード、またかよ。みんな大好き、エクセティックデモン8枚目、初めて見たこれ、ディアニッシュも、あ、キラキラしてる、これお、レブ、おレディー、イグニスタード、スタ、スタ、スタ、はい、はい、はい、かわいい、かわいい、かわいい、あれそれ、なんか当たりとか言ってたやつ、はい、当たりって言ってたやつ、アロマ、期待のアロマ、うん、ラクダ、アロマ、チキンレース、あれこれチキンっていう人に渡した方がいいんじゃないかな。面白いよ、ノーレア、また、はい、名前だけ走るやつ、ダスタイミングがどんどん違ってくる、同じ、同じやつなんだけど、お、まさかロードパックか、違う、ちげ、またお前か。9枚目、あれだよ、あ、もう4枚目、うん、はい、慣れてきたんご、まあ、光光ってるからいいや、はい、敵作れ、はい、もうそれで、よいしょ、いや、元から作ろうとしてんだよね、はい、実は、いや、もうエアフォースさ、3枚出たよね、ね、うん、3枚出ちゃったね、ね、なんか、これ入れるしかないね、なんか光ってるもんがもう見えちゃった。あーはい、お、はい、よいしょ、あ、ないね、ないかな、ないね、ないね、はい、あ、はい、はい、ブリアントス、アマギブリアントスパーク、遊戯王20周年って書いてある、はい、そう、実は20周年だよ、はい、20周年って書いてある、インフェルノイドの融合モンスター、いらねえよ、いらねえ、あ、20周年の、ね、はい、そうなんだよ、ね、はい、長いな、長いよ俺、はい、はい、まだキラキラしてるやつ、キラキラしてるやつ、名前だけキラキラしてるやつ、またラクダが出てきた。はい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 、臨時収入、ブリリアントフュージョン、ブリリアントフュージョン、やったねよ、タエちゃん注入入るよ。はい、よいしょ、何もなし、あれもう出ないで、はい、あれでもあと2、3枚ぐらい出てもおかしくないよね、はい、2回で痛めてるよ、はい、レッドアイスフュージョン、なんで出たの、まだまだ出るね、はい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 、あー、クマキナ攻撃、あ、またなんか考えまーす、ピエロみたいな、なんかもうフラグ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 、このね、フラグフラグ、この創生率高くないですか。しょぼーん、しょぼーん、しょぼーん、ほんと創生率高くないですか、もう片割れの方が欲しいってのに。おお、まあまあ取り違いは、これラストな、はい、何パック、はい、ラス1ですの、ラス1ですの、はい、じゃああとはマサトの手にかかってる、あんまりな、ラス1、ラス1、ラス1いきますよ、ラス1、
ラス1、2億星ラス1。パッケージモンスター。じゃあこれで、まあ、黒緑カードもう1枚もう1枚黒緑、2枚目の黒緑。うん、かっこいいっすね。うん、かっこいいっすね。かっこいいっすね。お前誰だよ。お前誰だよ。片割れの方よこせよ。片割れよこせよ。違う、あれが、そう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 、シークレットレアっていうね、光り方が違う。いや、片割れ1枚、片割れ1枚、シクレの1枚だけ。あ、なんかあんまり感じがわかんないかな。こっちなんかザラザラした感じで、そう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 、こっちなんかツルツルした感じ。何枚やそれ。え、なんか一箱に2、最初の一箱に2枚、次の一箱に1枚、次の一箱に2枚。創生率高いっすね。創生何よ、コンマイ舐めてますね。コンマイ舐めてんね。まあコンマイ大事っすね、ほんわかんねえよな。一箱に1枚エアフォース、2種類ある、一箱に1枚エアフォース。これただ俺の運が良かっただけなんじゃ。で、さらに一箱に1枚ワンボックスに1枚ワンボックスに1枚レッドアイズ、レッドアイズ、レッドアイズ1枚。いや、外に複数枚出てるんじゃね。ほら、お、お、作るしかない。これはレッドアイズ回収してこないと。え、でも国籍どこにある。国籍大量に出てる、中に入ってる。うん、え、でも俺作る気ないんですよね。しかもレッドアイズ補助トラップもそれなりに出てたし。そうそうそう、レッドアイズ補助ね。うん、パッて開けば出てくるかもしれなかった。それはヒカルさんがヘッドアイズデッキで遊戯をデビューするしかない。ない。あ、どうやら、どうやらヒカルさんはファーニマルを作りたいような。ファーニマル、大きいファーニマル。ファーニマルはね、高いんだよね。俺あれならあるよ、あの、なんだっけ、動物がいっぱい出てくるやつ、わかんないけど。動物がいっぱい出てくるやつ、多すぎてわかんねえ。わかんねえ。なんかね、ゾウとかがいる。ゾウ、ゾウ、ゾウ、ゾウじゃなかった。グリーンバブーン型ゴリラゴリラしてる。あれじゃないの、イエローバブーンとグリーンバブーンを出すバブーンデッキのじゃないの。違う違う獣。ね、何だったっけ。これ前遊戯王の開封で当てて、あー、セフィラね。セフィラか。これレジュ、レジュ、これレジュと、これあまりシャドール。そう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 、ちょっと弱くなっちゃったんだよね、シャドール。シャドール、まあ、これ、エンタメイト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 、これ、俺、ゾウ、ゾウ、俺が言ったの、これ、ゾウ、ゾウ。じゃあ、魔法とかに分類する。まあいいや、これ、後にしよう、後でとりあえず閉めますよ。一回閉めます。はい、閉める、パン。はい、はい、とりあえず今回出たスーパーレア以上、スーレア以上です。スーレア以上はこんな感じ、2ボックス合計3ボックスだね。開けたのは2ボックス。今回開けたのは2ボックスだけど、でも前に1ボックス含めて3、今回開けたのはこれだけ。3ボックスでこのぐらい入れた。でもミラーフォースが、ミラーフォースじゃねえや、エアフォース、エアフォース、エアフォースが1ボックス1枚ずつでやってるのがいいね。あと他にも3枚とか、こことか、これ5枚出てるじゃない。しょぼー。いやでも、もう塊が1枚だけっていうのがね、片割れ、うん、これ僕もうちょっと欲しかったね。そうそうそう、このオッドアイズのロマンを果たすために、うん、ね。なるほどね。ロマンじゃないんだよね、もう魔術師って、うん、あの実はあのゆうやくんの、ゆうやだね、うん、ゆうやのくんのねデッキはね、あの魔術師デッキのペンデュラムデッキが今度発売されるわけですよ、うん、ステマですけど、ステマ、ステマ、カッコ、カッコ。まあそれでね、強化されるプールなわけであって、魔術師、魔術師、ゴマス、ゴマスリ、ゴマスリ、なんでゴマスって、なんでゴマスって、公式リコビをやります。公式リコビ、まあまあ結構でね、いい感じ。そうそうそう、未来あるテーマだからね、うん、魔術師は。お前なんだろうね、国語読んでないんだよね、こいつ。ヒーロー上のペンディアムモンスター1体またはペンディアムゾーンのカードを対象として発動して、そのカードを破壊して、フィールドのカード1枚選んで持ち主のデッキに戻す。はぁ、デッキに戻す、イグ、イグナ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 、イグ召喚はそんな難しくないんですか。プロミネンス、ね、わかるかな。チューナーとチューナー以外のペンデュラムモンスターなんだよね。あー、ペンデュラムもチューニングに使うんですね。そうそうそう、だからさ、ペンデュラムなんだけどさ、チューナー以外だからこいつをペンチューニングできないっていうね。あ、そうなの、ペンデュラムダメなの。そうそう、あのペンデュラムチューナーってなってる。あー、バラバラ。そうそうそう、あのわからない人のために言いますと
シンクロ召喚するには、まずチューナーモンスター、今回ペンディアムチューナーっていうカードが出ました。ペンディアムチューナーと、それ以外のカードチューナーじゃない、チューナーじゃないって入ってるからダメなんだ。そうそうそう、で以外のカードを、こいつを出すための条件として、レベル4とレベル4の、チューナーと、ペンディアムモンスターが素材です。はあ、これをこいつらを、墓地に送って、シンクロ召喚っていうと出てきます。なるほど。なのでチューナー以外だから本当に他のペンディラムとかだったらいいと、うん、そうそうそう、そうで竜剣士っていうのは多分これとこれしか出てないんだと思うね。竜剣士、うん、多分見てないよね。あれ、あとリストは、リストそうかもしれないね。とりあえずリスト、うん、見る感じ、ね、それだけってことだね、うん、今はこの2枚しか、そうそうそう、2種類だね。まあ未来を期待しよう。そうだね。で次のパックリ、この2枚は期待期待なんか同じところにいた可能性が次に、さっき当てなくて、まあ言ってたカードだとしたらこいつらがまたなんかさっき言ってた、あのこいつの片割れ片割れ、あ、なるほど。さっき言ってた、こいつ出してでこいつの効果で、レッドアイズ出して、さっきとカード違うじゃねえかって混ぜてもいいんですけど、まあ、でもレッドアイズだし、うん、でまあこいつがここにいたら、こいつの効果でレベル7になって、シンクロじゃねえ、エクシーズして召喚で出てきた。じゃあ3枚ぶっぱしてその分はダメージ与えて3回殴りますってあります。おー、でまあ攻撃力3000の3回アタックやし、オーバーキル、そうそうそう、お化けお化けができると、お化けができると。で次こっち、インフェルノイドの専用デッキ融合。フィールド上の元々のレベルが2以上のインフェルノイドモンスターは、レベルが1つになります。あ、レベル1になっちゃうの？1になっちゃう、おかしいね、強いっすよ。でインフェルノイドには確か、チューナーカードがちょっと最近入ってる。インフェルノイドの中な。え、デカゾーンだっけ？そう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 、これこいつね。もういいよもういいよ。探さなくていいよ。で、こいつ、ここに悪魔チューナー効果って書いてあって、このインフェルノイドはね、また違うインフェルノイドでね、召喚特殊召喚した時にっていう効果を持ってるんですが、まあ要するにこいつ以外のレベル高いインフェルノイドがレベル1になるよっていう効果と、あと、相手が受ける戦闘ダメージはまあ半分になっちゃうけど、まあそれ以外が有能無臭カード。で、あともう一つが、このカードを墓地に送ると、自分の手札、フィールドから、インフェルノイド融合モンスターのカードによって決められた融合素材を、素材モンスターを、墓地に送り、その融合モンスター一体をエクストラデッキから、まあこいつがポッて出てきたり、エクストラデッキから召喚されたモンスターが相手フィールド上のみ存在する場合、要するにシンクロでも融合でもシンクロでも、シンクロでもエクシーズペンディラムでもペンディラムエクシーズでも、まあエクストラデッキっていうものがあって、まあそこに、ペンディラムは破壊されていくんだけど、そこから出てきたペンディラムでも、まあそれがでもいいけど、そうそうそう、が相手フィールド上のみだから、まあ自分の例えば適当になんかフィールドにエクストラモンスターがいなかった場合にこれを墓地に送ると、自分のデッキのモンスターも6枚まで融合素材にできる、うん、はあということです。なんてカードを作ってしまったんだよ今枚は知らない、なんてカードを作ってしまったんだよ。へえ、すっげえ。で、そこでこいつを出すと、なんか、キチガイになる。キチガイになる。おかしい効果になると。まず、素材がインフェルノイド、ネヘモス、レベル10のモンスターが、2つ前の段で出てきてます。で、そして、インフェルノイドリリスっていう、1つ前のデッキだね。多分、この、レベル9。前のやつに多分、リンク乗るかもしれないやつに、多分、あります。パックで開封する。出てなかったんだよね、確か。何が？その、前の開封。アノマリリスが出てる。アノマリリスが出た。まあその前のちょっと設定上のやつだとね、まあまあそれは今話しても意味ないかなっていうやつと、あとインフィルノイドモンスター1体以上、うん、で、あ、まあこいつの専用で使えっていう話まあ使うんだったらこれ2つセットで使えってことでしょ。そうだね、ハッピーセット、ハッピーセットです、ハッピーセットして
ゃあこんなもんかな、あとはだーね、だね、はい、そうですね、はい、じゃあとりあえず3ボックス開封して結構いい感じで、いい感じ、まあ元取れたのかな程度は、ね、そうですね、元取れたかな、うん、まあヤホが2000、3000いけばでも次回だと5月のいつだったかな、まあ、また新しいパックが出るんで、あ、いつだっけ、その時だ、ね、覚えてない、5月の新しいパックの時に、ね、時にまた3ボックス買うかまた4ボックスになるか、それとも5ボックスになってくるか、はたまた2ボックスになっちゃうかいや、そこは一箱になってくるかあ、まさかのカートン、カートンでいく、若い野郎はカートンでいこうかカートンは無理ですね、私の財力は持たないです、なるほど、プレフォ買わなきゃいけないんで、プレフォ、プレフォ諦めちゃうとか、とりあえず開封は以上です、ありがとうございました、好きなカード持って、好きなカード持ってありがとうございました、まあ、食ってやる、はい、かわいい子、はい、マサト、はい、かわいい、マサトの、マサトの好きなカード、マサトの好きなカード、ここに移して、ああ、勝ったぜ、ああ、かわいい子、かわいい、俺が一番最強なんだぜ、さよなら